YouTuber のユタボン15が7日、X、旧 Twitter を更新。これまでの人間関係を振り返り、距離を置くべきだと思いました、と結論を綴った写真。ユタボンと姉の2ショット。炎上系と呼ばれる人物を含め、体制のインフルエンサーと交流してきたユタボンだが、関わってきた大人の中にまともではない大人が多すぎたと感じる今日この頃です、と吐露した。僕はそんな大人になりたくないから、やっぱりそんな大人たちとは距離を置くべきだと思いました、と続け、いい加減な大人だと判断した人は LINE でも X でもブロックしていきます、と人間関係を見直すことを宣言。ありがとうございました。さようなら、人生は勉強や、と綴った。ユタボンは、小学3年生から不登校になり、少年革命家を自称して日本一周などの活動を行ってきた。しかし、中学3年生になった昨年から登校するようになり、約7年間の不登校生活に幕を下ろした。